出て行って入ってきたって、どういう、逆じゃねって思われた方は、もし思われた方は、生温かい目で見守っといて、という感じ。という感じですね。よいしょっと。じゃあ次はね、こんなとこにアイテムあったんや。美味しい水、ナイス。ならこちら側にもあるんかな思うやん。これがないんだよね。ただこちら側にはあった。気づくする道か。ナイス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 。お、プラスポーン来た。やり。帰るようになったか大丈夫なんやけども。ヒラッキー水ね。じゃあ次はね。ここの鉄の渡っていきましょうかね。進化もしたことやし。いけるいける。あ、月の石ね。あ、これはあかん。ちゃんと回復させとかねば。すなーすなー。石の砂？石の中に砂が入ると一体どうなると思う？ジャリジャリ。ジャルジャルする。ジャリジャリする。間違えた。学生の系。グレッポ。よう出てくんな。グレッポよ。よし、ローキックや。ならば。いい感じですね。負けっすなぁ。白ですなぁ。やるか。ふふやるか。それを言うなら負けっすなぁ。ばぁみたいな感じになるやろが。なるやろが。誰も求めてないかもしれんけど。砂場なんて。いや、砂場ファンに申し訳ない。ふふふ。下北、いるのかどうかは知らんけど。下北は音にならないんだよね。なら買い替えましょう。ミュージシャンのメイ。なんかメイと聞くとね、BW を連れてきたのメイ、主人公のメイを思い出すよね。とね。効果抜群の翼で撃つ。いやー、最強作詞。クリーン出してくんの。マジで。じゃあここはアクアステップで行きましょうかね。よし、素早さ上がってクリーン落ちて。確かレベル45だったよね。ちょっと思い出したけど。ここの鉄のガイナ。カイナちゃん、わらちの。大丈夫かい？このウィールドンは。確かね。そんな記憶が残ってますよ。これで勝手だ！やった！やったって言うね。どんだけ切実で嬉しいね。メラルバの毛はいらぬ。元気のかけ、おい、ひらひな。エスパー入ってるもんな。入ってるもんな、エスパーやもんな。やばいな。ローキック。うわ、つぶらな瞳。するの？ちょっとレベル上げた方がいいかな。私もちょっとやってたりするけど。まあね、レベル45まではいけます。うん。厳密に言うとね、40まで、のポケモンが捕まえやすいということは、45までいけます。青春ってなんだろう？あなたは答えられるうちら？うん、多分ね。草、炎をね、大丈夫さよね。翼で撃つがある。
よし、買った買った。マンタマンタ。これ、ほらほら。踊り鳥。あー、なビジョンっぽくないの。炎やな、これは。これは炎ですな。よし。いや、炎かと、いや、エスパーかあれ。わかりにくいね。わかりにくいね、ほんま。炎は、赤いな。あの、エスパーやんな、確かな。この気持ちが青春なの？さあねんじゃん！って言ってあげたくないけども。いやー、敵じゃなくて、アイテムじゃなくて、メグロコだったけん。ロックできちゃうよね。ルーニバルはナイス、気づくスレー、それもナイス。月の石ね、柔らかいっすな。怖怖怖怖。月の石ね。で、これは何でしたっけ？アシッドボムね。言えるね。よし。ちょっと待って。一旦、また、あ、うわ、そっちやった。うわぁ！ああ早い。何をコビールドンと競い合っているのか。もうだっ、こういうことをしたかった。こういうことをしたかった。おー、地震。ウィルドンの地震が、ウィルドンファー。地震がロト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 ロサーモン、えサロトロ、こちらこちらの私は本来やそれで、くれぐれも注意して対処してくれ、エントラ。オッケー、鉄の私、アクアステップじゃ、うわ強い。30ぐらい食らってる。結構食らってんね。よし、じゃあローキックで、お、畑を落とさないで。お、強い。いけるか不安やけど。よし、ナイス。いいんじゃなかろうか。お、ウィルドンファーは少し逃げていったー。ほうは、危なすぎやろ。よし、じゃあ帰りに行きますか。ヨガ、いや違ういるぞ。さあ、うまくいけっかな。不安しかねえが、主の鉄の王たちは何かを食べ始めた。マンタイン、違う、そういう別の、あ、希望。ドラ、主見つけたみたいだな。うん、見つけたよ。あいつか、都心の主？ドラ、あれって、ポケモンなのか？なんか食って一段と元気になってそうだな。ドラ、踏ん張りどころだぜ、あれでやす。わかってるよ。
ビルドンファー。さてと、これはローキックでアクアステップやね。この辺で捕まえたスコミだ。ユニット本当に活躍してくれとだ。ジランダ踏まぬ、踏まないで。うわ、強っ、やば。やばってなってくるな。3段階下がる。からのアクアステップ。やばこれ、無理じゃね。ワンチャン鉄の形に負けた可能性がある。いや、いけるか。お、ひるんでるよ。いいよ。鉄の私ナイスだよ。ひるみ。おし、勝った。よーし。危なすぎやろ。おわ、今。よーし。私に勝つ。いやあ、ああ、虫ポケモンの鉄の私の勝負に勝っていかった。負けたけ。お、78レベル。メガトンキック。いや、いらんかな。メガトンキックはいらんかな。命中低いし。そんな技をね、覚えさせるのはちょっと違うかなって、ユピキ縛りの時やし。よし、ドラゴン疲れちゃったぜ。アイスヌシティがマジで何だったんだ？イケンキ？でもどっかで見たことあるような。劇？あるね。アイスが食ってたヒデンスパイスはこの中にあるはずだ。戻ってくるうちにジャッジャが調査しようとやるにゃす。お、ロト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 。また来たね。ハローじゃなくて。未来でもまた一つ本来の力を取り戻せよ。ライド状態でジャンプ中 B ボタン。滑空が可能になったようだ。空中で B ボタンを押すと滑空ができるようになりました、マンタ。空中にもう一度 B ボタンを押すと滑空をやめてその場で落下します。いくん？これからも未来どもよろしく頼んだよ。頼まれたよ。じゃあ次は。